東京オリンピックではですね 3x3 のスタッフを務めたり、アンダーカテゴリー日本代表のコーチも務めたトーステン・ロイブル氏の話です。リバウンドを制する者は試合を制する、コンセプトの整理から練習ドリルまでということですね。グッドリバウンダー9のこと、まず一つ目はガッツですね。ゴーイングインターウォーという表現もしていて、戦いに挑む、そんな気持ちでという話もしていましたね。二つ目ですね、アグレッシブです、積極的にというイメージですね。三つ目はですね、デザイア、これはですね直訳で欲求という意味ですけども、全てのボール自分が取るっていうですね欲求ですよね。四つ目はフィジカルストレングス、体の強さということですね。五つ目はアンティシペーション、予測するっていう意味ですね。六つ目はプライド、これはもう誰にもリバウンド負けないっていうことです。七つ目ポジション、位置取りっていうことですね。八つ目はスタンスですね、姿勢、押し込まれないようにっていうことです。そして最後9つ目はジャンプタイミングですね。この9つの話の後にロイブル氏は、本人の努力によって誰でもグレートリバウンダーになれるというですね勇気を持てる言葉を話していました。